春日みたいな現れ方やな。アディオチャンネルママでーす。トゥース。ママディオです。いやー久しぶりちゃう。ここ来た。俺もめっちゃ久しぶり。いつ以来やろ。ほんまかなりやで。1年。うん。やいつ来たかも覚えてない。日が奥渓谷キャンプ場来ましたね。なんか日が奥来るたび貸し切りやね。私もう初めて3回目やもん。日が奥へで来てママさんだ、もういい場所取られへんわって言って来たらもう今日お客さんいませんってことゼロです。今回はあれやん、シンタープ。あ、そう、今回新タープなんですよ。これがお目当てのね。これです。これ目的やから、今日は。ほいほい、新タープ、グランドカバーのヘキサータープ。あ、ヘキサなんや。ヘキサやけど、ちょっと変わった形なんやね。複雑やな、じゃあ。なんか、貼り方ちょっと、わかりません、私。七角変わった形やから。ポールどこに立てんの？そもそもポールが2本で足りるのかどうかっていう、なんか。ほんまやな。ちょっとやってみようか。ちっちゃない。わざわざ来ました。春日まで。トゥース。あ、だから春日振り？俺なんで春日って言われてんのかなと。あ、そういうことね。ああ。こう上げてきてんな、おい。あげてきてんな、やっと気づいたわ。だから春日みたいな当時やな。そういうことね、うん、ごめんごめん、なんかすいませんでした。それは申し訳ない。何言ってんのかなって心の中、まあ、春日と春日をかけたそういうことね、うん、一応やったことないけど、トゥースやな。まあそうやけどな。いや、ゆっくり来たから。ああ、ゆっくり来た。ああ、そう。やっとんな思って。あ、春日でやっとんな。めっちゃ無意識でやってたわ。危ない。ということで、ちょっと新タープ立てていこう。行きましょう。はいはい。さて、さて、うわ、見て、マッチロケ、マッチロケ。うわ、と、あの、テントとも同じ。テントと一緒か。お、ポール入ってんの。やるやな。トンネルしかやこんな。お、ちゃんとガイロープついてる。ほら、あ、ペグです。でかー、ペグでかー。ペグ入ってます。名前はなんていうの。モサマヘキサタープ、うん、ヘキサタープ7サイズ、サイズ、サイドズ、サイドズ、サイドズ、サイズやろ。だからなんかでもほんま複雑な形してんな。だから七角形やからセブンサイズってこと。知ってる、それぐらいわかる。あ、頭ちょっと頭悪いけどわかる。それぐらい。はい。あ、グランドカバーこっち系好きやな。いやでも可愛くない。可愛い。これ好きよね、ほんまに。こういうやつね。でも新品やんか。あ、まあ新品やん。新幕ですから。すごい、各あの角にちゃんとついてるで。これがね、うん、ちょっと待って、よっ、七角やけど、七角についてる。七角についてる、ちゃんとついてる。貼れるか、ちょっと一回広げてみる。あ、汚れんぜ。いいのかい。そっちから引っ張ってどんなもんか。オッケー。こんな感じ。こうよね。あ、ちっちゃ。でかいと思ったら、あ、結構ちっちゃいな。やな。コンパクトな感じ。ここはボールが加速させるようになってる。ここはなってる場所。ここなら、こことここでポールして、ポール、なんで結構直してる。じゃあ形はでもどう。こういう風に反応か。この横に。そっち低めで。よく分からへんけどやってみよう。全く伝わらへんかったけどやってみよう。じゃあそっちが
はだってこうなんですよ。あ、低めでこう。だからこういう風に貼るのか、こういう風に貼るのかって。とりあえず位置は決めたから、うん、ペグダウンで固定を使う。白いタープって見たことある？白いタープなんかマックワンでなかったっけ？あーでも裏黒やん。ああ、そっか。知らんけどな。いや、面白い。白いタープ、まあそんな見かけへんな。こんな裏も表も白いタープ見たことある？ないっす。もうない。知らんねんけど、うん、あの、なんていうの、フラワータープの白バージョン的な感じせん。はい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 。イメージ。イメージ。形はちょっとちゃうけど。ヒッタスのね、うん、ハルタ上になめっちゃでかい雲おんねん。あ、危ない危ない。バカでかいけど、ジョログモかっていうぐらい。いやマジで餌がなむ。クモ捕まえてクモ餌にしたんじゃん。クモだってさ、水の上あるクモ。じゃあエビってさ、ああいうな草が多いとこにおらへんイメージやけど。でもあそこでさ、そこにの岩に入ってて、もう推測の域で話すのやめよう。あくまでも推測やからさ。草が多いとこにおるな、推測やろさ。いや、なんかマングローブにエビが集まるって覚えてるからさ。どこの知識よ。何その知識。ちょっと分かりにくいな、このタープ。あれ、タープ違うとこ一回見る？立てた状態の画像。あ、見てみる？あ、見てみる。でもな、上からのな映像しかなかったような気がする。こっちのあれがないもんな。確か。確かやで。ポールの位置がやっぱ違うような気がするな。センターセンターじゃない。ありました。なんかな、ポールが1本しかないような気がするの。あ、3本やん。ほら、三角形な。三角形。三本が2本しか持ってきてない。ポールが2本しかね。まあ一回2本でできるかやってみるよ、じゃあ。しかし今まで培ってきたロープワークの技術が役に立ってる？立っとるよ。絶対覚えとった方がいいからな、ロープワークは。こういう時に。うん。それ言えてんな。キャンプって結構こういう場面あるやん。うん。うわ、どうしようみたいな。ありますね。絶対覚えとった方がいい。長いから困ってる。3個ぐらいやな。あ、これ汚れる。汚れが目立つんや。目立つんか。うん。なこっちゃ。これで三角形ができてるってことね。はい。
っちゃ汚れんな。こんな感じ。まあ、ようやった方ですよね。ポールが1本足りないな。このままこうなるよな、両サイドポールで。そう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 、めっちゃ広いね。まあ中は広いな。雨降ってきた。はい、ここがほんまはポールでっていうことやな。うん、もうね、広い。じゃあ広いですね。うん、広い。あれ、雨降った。そうやね、雨降っとんねん。あれ、氷やったはずやねんけどな。雨降った。うん、雨降りがちやな。あ、できました。はい、はい、完成です。完成。わ、すごいな、いい感じじゃないですか。うん、あまりパラついただけ。面白い。いい感じじゃないですか、これ。はい、どうですか。いいと思います。汚れがちょっと一撃で汚れるっていう。ヤシの血はやっぱ何のタオルでも汚れるから。そうやな、うん、目立つか目立たんか、はい、それだけ。はい、面倒くさそうです。そうですね、間違いないです。さあ、ご飯食べよう。まあ、せっかく来たからな。はい、掘って帰るのもありやしな。本気でバーベキューしよう。あ、よ、バーベキューやります。BBQ ってやつですわ、もう。バーベキュー勢になんねん、今日。バーベキュー勢なんねん。行こう。はい、完全食べる気やん。Mr. New money looking old, hold on, is you kidding me? I'm all up in they head and I ain't paying a renter's fee. You saying one thing, but I could tell by your energy. Love in my face, but you a real life man. Have a man, tell him put the money in my hand when I land. It ain't always been sweet, but I've been sticking to the plan. Could be my one tonight, but I ain't looking for romance. And I can tell by your glance that you've been looking for a chance. Me and my girls for a deep rolling in luxury. Don't want no bonds, blowing up my phone, we living sucker free. Not worried about no haters, oh no, that's just too much for me. Besides, deep down inside, I know that they will never let a phoenix break it through the sky. Success is my wings and I'm ready to fly. I won't settle for less, and I will not compromise. If I want it, I'ma get it, you can see it in my eyes. You can't do it like me, nah, I'm just built different. Making moves like me, man, I'm just built different. Give them the blues, you gon' see, boy, I'm just built different. I'm just built different, nah, I'm just built different. I'm just built different. よかった、ほんまに。なヘキさんもな、おほんまにポールがちゃんとあれば、うん、かなりいいと思うな。そこに、うん、あのテント張ってな。あ、いいっすね、うん、つなげるみたいな。あー、白々で、うん、白白テントで。はい、そうですね。あー、よかった。久々にパリピになった、楽しかったわー。なうーふーってまあ、うるさくてもうるさい言うやつおらんもんね。そう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 、今日はこんなん普通のキャンプ場でやったらもううるさい、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 うるさいって言われる。誰やったっけそれ。芸人やんな、松尾。松尾。チョコプラの松尾です。ほんまおもろいな、チョコプラが。静かにしろ、静かにしろってずっと言ってると思う。さあ、でも片付けな、もうやばい、ほんまにあと30分ぐらいで撤収せないか。片付けていきましょう、行こう、サクッとね。はい、というわけで、はい、今回の動画はもう超ゆるゆるデイキャンプ、超ゆるゆるデイキャンプ、新しいタープバリキン BBQ という内容になりましたけどもね、楽しんでいただけたでしょうか。どうでしょうか。
さあ、片付けよ。もう長なってまうから、うちら喋り出したら。じゃあね、日が奥、日が奥渓谷キャンプ場、キャンプ場からね、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。はい、じゃあ一緒にね、やりますか。やるんですか、まだ。はい、はい、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。 Thank you!